第40期放送 A2 リーグ司会実況の小笠原奈央です。そして解説には A2 リーグより三浦智弘プロにお越しいただきました。三浦プロ引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。第40期放送 A2 リーグ第5節4回戦当杯の開始です。立ち合いに藤崎聡の合図によって最終戦開始されます。ちいちゃから白鳥、なんちゃ立川、シャーチャ近藤、フェイチャ古橋の並びです。ドラが数万、白鳥113と来ております。出会いはあまり良くありませんね。めちゃくちゃ高くなる可能性はありますけどね。マンズのポイントだったり、お第3弦、はい、はい、なくはないです。立川はドラドラっぽいですよ。お数万ドラ、ドラドラでしたね。近藤さんもなんか面白かったですね。縦が見えるような想像もありましたし、どうでしょう。白がアンコになりました。白鳥。白鳥さん、これで一つアンコになってしまえば、はい、ドラの数ワンさえ引ければリーズも吐くドラ1で5打点見えますね。近藤さん、本一も見たいけど、これはさすがに数ワンコありますからね。はい、逃したくありません。数ワンコ。ペイチャの古橋ペイを重ねます。さあ、トゥデイが出ておりますが、いかがでしょうか。うん、ちょうど上下に分かれた形ですね。はい、立川マイナス 31.1 となっております。トータルもマイナスまでいっています。あの近藤さんのリャンピン切り良かったですね。はい、リャンピン切りですか。そう、本椅子にするか、数アンコにするか、いい数ピン引いての手なりの手はいらないよと。こちらですね、こちらですね、ロビンもいらないと。なんかね、まだ純ちゃんとかもちょっとあるかなとか思うと手放しづらいですが、普通にテイクムなら絶対リャンピンいりますからね。ええ、チュンもシャーも一切れでした。立川さんめっちゃいい手になってますね。ドロジャン等の泣いていくかはちょっと人によりそう。はい、泣くならチーピンとかですか。チーピン数は泣く人は多そうなんですけど、タイプ的に、ね、泣いてしまうとちょっと打点バレてしまうので、どうなんでしょう。1枚目スルーでも全然おかしくはないです。うん、一歩前進、うん、さすまだパーソク切るかな、はい、こちらです。立川、これはチートイツあるんで牛ピン切って、こうなるとどうなんですか。いや、また難しいですね。ですね。今度はポンすると結構上がりやすい完全イーシャンテンになるんですけど、チートイツでも現状イーシャンテンなので、はい、そこまで上がり率は変わらないのに打点が下がってしまうので、スルーも有力に見えます。ガンヤオチートイドラドラ、先ほど3ピンを切った近藤です。あ、フラッシュもドラが浮いています。これはドラ切りたくないですね。まだ切らない手、これは嬉しい。育ってきました。ドラが数万なのでスーピン切り、いいシャンテンとなった白鳥、泣きましたよ。スーピンのポンは意外ですね。3ピンが3枚見えてますね。あ、そこが大きいですね。なのでこのポンはチーピンポンとかと似たような感じですね。はい、チーピンポンするんだったらスーピンポンした方がいいよねって感じです。うわ、白のアンカン怖い怖い。白鳥何を持ってくる。怖いし白鳥さんめっちゃ嬉しい。現状いいシャンテン、来た。リーチしそうかな。初にした、初短期はリーチです。1枚切れの方、山にはうわっさり。なんで。いや、でもこれは白鳥さんがうまいっすよ。見事でした、うん、リーチ白となります。6800、はい、70歩です。はい、決めてましたね。この発弾機は早かったですね。いや、結構微妙なラインでしたけどね。え、今近藤さんがちょっと派手な制配してたので、勝はどうなのかなと思ったんで、どっちもありそうでしたけどね。はい、見事すぐに上がりを決めました。立川が持ってこなければね。そうですね、かなり押し返したんですけどね。展開悪いのは立川。白鳥好調をキープしているか。なんか近藤さん悪い、近藤さん悪いって言ってたんですけど、うん、気づいたらね、立川さんが一番きつくなってますね。黒子のように潜みながら悪かったですね。むしろね、近藤さんがね、あんな悪い中なんか持ち直した感はすごいんですけど。そうですね、なんかその割を食ったのが、うんうん、立川さんって感じですね。おまたもや来ます。
国士無双少数紙続いて第三元でしょうか。ここに白があります。この白は泣けますね。泣けます。白鳥も初持ってるんですよ。白鳥さんの初までは泣けそうな感じがします ね。ちょっとあんこにしときたいですね。1個チューンあんこったらもう相当ですよ。ええ、あもう先に3品切った。まあこれ第三元じゃなくとも打点は十分ですが。そうですね、小三本一でも十分は十分ですね。ドラドラ近藤、近藤手も注目です。来たか。チューン引ければはい大チャンス。大チャンス。近藤も大チャンス。近藤さんもイシャンテンですもんね、うんうん、あチートイツ白切る当然の。ポンポンポンでトンの方がいいんですかこれは。いやどうしましょうね。どうしましょう。ああトンね、気合で持ちましたね。えイーピン3ピンウーピンって並べてしまったらさすがにやばそうですもんね、はい、あでもこれうわウーピン残っちゃったよ。もうこの一巡きつだってウーピンだって切りたいんだけどさ。そういや分かるんですよね。そじゃあねウーピンの方が危険なんだけど、そう三元杯の警戒とか一気に上がってしまうので。マジか。でもこっからまだまだ。いやこれいや無理か。いやでも先にパーソーだね。先にパーソー切って、確かにローピンとかウーピン引いたら ね切らない方にする可能性は高いですね、まあ、自分の中でもねやっちゃったかなみたいなのありますもんね。確かにあるかもしれないですね。古橋さんもあここありやそう受け気味に来ました。こんな早いし、しかもウーピン当たるかいと。あしかも高いよ。あ大丈夫大丈夫。確かにこれで、あでもイーシャンテンになったらスーピンから切りますね。ですか、うんうん、ウーピンもワンチャンスになっちゃったし。ただその、はい、これリーチが来たおかげで、はい、白鳥さんの発が出なくなったので、となると立川さんもね手進まない可能性ありますね。うん、古橋さんきつそうですね。なんですよ。現物は3ワン1枚ペイは1枚切れ、ペイぐらいいっときたいですね。どうせ3ワン来たところで次切るのペイになりそうなので、はい、ペイ合わせる白鳥無筋。これでウピン中筋になりましたね、はい、じゃあ結構スピンウピンの未来もね、この、まあ、自然に4号って切っていくと思いますね、はい、何か危険牌引いたらスピンを切ってドラ切り、うん、第三元のイーシャンテンになったらドラ勝負も全然ありますね。まだ残ってるんですもんね初もチュンも、うん、で近藤はもう初チュンは凹凸の切りなので、これポンして一旦スピン切って、リアスはどうですか。いやスピンでしょうこれはです、ね、うん、じゃあダメか。さすがに振り点のサブローピン残してね、はい、上がり率かなり下がっちゃうので、しかも言いそうがね近藤さんの現物だったので、こうしておくとチーテンも取らせてもらえる可能性高いし、ウーピンが重なることもありません。チューンは山々。ただ場は凍ってますねこれ、はい、やべ第3近藤さんマジやべやべって思ってますね。やめろよ。うわなんでやねー。今日2回目の確定第三元転廃、はい、近藤の上がりとなりました。リーチドラさん8000点です。立川第三元転廃でした。3節4節に引き続き5節も転廃でした。転廃止まり。これどうかな、先にウーピン切ってた時に近藤さんが即リーチするか難しいですね。どうしたかな。1枚切れ大きいですよね。1枚切れ大きいですけど、結局ね今のリーチって9ピン狙いなところが大きいので、はい、だったら どうせリーチ打っててもおかしくはなさそうですね。うん、立川さんは来るじゃないとなって、はい、そこら辺ですよね、うん、そうですね。いやでもどっちもあり有力なんですよね、あのウーピン残すかどうかって。結構の引っ張っちゃうな。うん、分かるんですよ本当に、危険なのは分かってるけどね、あれいっぱいそのね残したおかげで、ね、次の1枚泣けるかもしれないくて、うんうんうん、それがめちゃくちゃ大きいんですよね。でまだあの順目ならね、そうなんかね、それが大きい。今度さもうリーチかい、しかもウーピン当たんのかいって感じしますね、うん、やったわみたいな、やったわってなりますね。なります。もうしばらく離れない頭から、ずっともう僕だったらもうやーっとしてますわ。なんでウーピン切らなかったんだってなっちゃう、はい、大事な野蛮ですからね、うん、形はいいですよ。はい、集中していきましょう。なんがドイツは今度なんちゃです。ただ泣いてはいかなさそうですね。え単葉だったり上の3色も見えます。お、浦橋さんも7、8、9の3色かちゃんたもあるんで、ダイレクトにパワーワン切る手もありそうですね。はい、
白鳥は悪いので、これドラをどう使うか次第ですね。馬がドラ、自然にドラを使いやすい形、スーワンとかローワン引いてきたらピンフドラ1で進めるでしょうけど、はい、一旦受けから払っていきそうです。お、6、7、8見えてきましたね。こちらも見えてきました。先にリャンワン切るイメージ。ドラは馬、うん、ウーワン引く、ドラのウーワン引くか6、7、8のチーワン引くかですね。馬山さん、うん、なんかごちゃごちゃして悪くない立ち方ですか、うん、あ、ただ数素がないのがちょっと嫌だな。お、7890見え、何か、え、なんかめちゃくちゃ打点に寄せるなら2品3品とかもありますね、こっちにしたか、まあ、これでも今引っ張っちゃえば、そうですね、今回は2万2枚切れだったんで、その自敗の短期プラスもう今残ってる、はい、そのペンチーワンイースーピンで勝負しようっていうイメージですね、はい、そしてカンチースを引いた近藤が何切りとします。 そして古橋さんドラツモ切り、あらららら、ドラツモ切りはちょっと異常ですね。ちょっとおかしいですね、はい、いいとこ引いたんじゃないですか。引きましたよこれは、まあ、自然にパーワンでしょうね。いいシャンテンです、うん、なんか本一してるとしても古橋さんは結構後にするタイプなので、これはちょっと注目したいところですね、うん、でその後の白ですよ。ですね、うん、本一とかちゃんたに多そうな捨て配をしてますね、はい、役は絞れるかもしれません。あ、今度時間がないと見たか、地位を入れてウッパピンテンパイ取っていきます。そうですね、それも大きいです。古橋さんのプレッシャーが大きいのもありますし、現状ね、一応38.3のトップ目っていうのもありますね、はい、現在トーン2局、ウッパーピン、パーピンだと3色もつきます。白鳥さんはペーチャでもう一メンツもないので、一応チートイツドラ重なった時だけ頑張ろうみたいな感じになりそう、まあ、注目を忘れずにしながら、うん、立川さんは絶対降りない。あ、チーしましたよ。ちゃんた3色、純ちゃん3色か。でもこれで今2枚切れだ。じゃあ役は結構、まあ、ちゃんたでしょうね、うん、分かりやすいかもしれません。で今回ドラがウーワンで切ってるので、ええ、なんかちゃんた3色系で高くても3900見えますね。タイヤーピーフリーチまで行きました。立川メンタンピン 5% へあっさりつまーリーボゲッツウピの方でした。タイヤーのつま上がり300-500。でも圧倒的に立川さんの雰囲気悪くなっちゃいましたね。悪い、なんかさっきまでは近藤さんがこのパターンだったのに逆になっちゃいました ね。近藤さん親であんだけドラドラ空振ってよくプラマイゼロ戻ってきますよね。結構コロコロ折れる局面多々ありましたけど、ドラリアンソーのトーン3局、近藤持ち点4万点にしての親番です。ここから伸ばしていきたいんですが、まあ一メンツあるし、うん、さんも一メンツあるけど他が悪い、白鳥さんもめっちゃ悪い。あ、でもドラのリアンスあるのは大きいな。789、今度はこっちはちゃんと三色だ。はい、純ちゃん見て一気にウーピンからいきますか。行きたいです。どうせただまあ一応ね3色になった時は別に他でメンツができてもいいですから、一旦普通に手組みました。フロアシボ、うん、これは嬉しいですね。メンタンピンにするか、なんか123は一応残してるのかな。イソ切らないということは一通はなりづらいですか。いや、ありますありますね。むしろ3色よりは一通の方が近そうですね。はい、一通になる頃にはね、自敗重ねてたら本一も狙えるので、なんかその辺の兼ね合いだと思いますね。マンズを一気に払って本一残すか、一旦自敗切って様子を見るかの選択だったと思います。トムも重ねました。これは結構本一ですね。白鳥も形良くなっちゃいましたね。全然違いますね数順で。まあ、ドラだけあるからいいかねみたいな話でしたけど、立川さんももう3色固定の選択しましたね。あ、なんか全員手進んでるな、はい、近藤さんも1番とは言えなくなってしまいました。1番で、あー嬉しい。あんがががが役ドラ色
これポンだ。ポンでウワン、スワンウワンですね。リャンソー3枚山にある。リャンソー引いたらもうもらったも当然ですよ。ですよですよ。ただ捨て牌は派手になってきましたね。この後スーワンも切らなきゃいけないので、さすがにソーズドライ色の本一は警戒されそうです。ただもう十分面前、あ、ごめんなさい、面前というかこの後泣きがなくてもなんとかなりそうな手牌ですね、はい、自分だけで、うん、いつも見えてきちゃったね。一旦急か。悩ましいです。急ぎり伸びたかな。リャンペイコーまでありますよ。今トン、トンはポンされてる牌、あ、じゃなかった、はい、ポンされる牌か、される牌でした。まあね、どうせ切るならですね、今でしょと。ただ全部ソーズになった古橋さんですけど、ちょっと形は悪いですね、ええ、もう一枚引いた時に広くなるみたいな、そんな形です。一応いいシャンテンではあります。うん、急走今のうちですか。うん、一応やめましたね。ちょっと自分の手配の価値が悪いの、低いのがね、大きいです。はい、近藤さんはいいシャンテン。親もいます。初も中も安全牌、ますね、いいシャンテン。オーリャンペイコー出た。きたきた、ローマンパーマン。キューピンは、はい、ションパイ。チーソもションパイ。お、これなんか古橋さんのチーソが若干危ないですね。あ、でもキューピンはゼロか。キューピンゼロなんですね。ゼロですね。でもローピンでもね、役はありますしね、うん、パーマンにするか、ソーズ先に処理しちゃうか。いや、さすがに先にパーマンだと思いますね。うわ、そうなんだ、そうなんですね。これはいや、もう形を決めておこうと、はい、泣かれたら次のソーズやめるバランスだと思うんですけど、はい、後で切ったらロンの可能性があるから先に決めておけば、うん、少なくともこのイーシャンテンは勝負できると。三浦さん的には今のとこパーマンかなと。僕はね、この結構ね、自分が親かどうかで変わりそう。はい、今近藤さん親番なので、ええ、古橋さんに地位も嫌なんですよ、うんうんうん、地位って言われて2,400〜2,900積もられるのが嫌なので後にしそうなんですけど、うん、まあ、だから泣かれてもいいっていう感じですよね。今の近藤さんはその泣かれてもいいから自分の上がりを目指した、そんな感じですね、はい、まだ天敗ではございません、うん、古橋さんパース落ちはしませんでした。そうですね、あんまり広くならないですね。はい、いいシャンテンからいいシャンテンでもあります。近藤さん子供で、その泣いてる古橋さんも子供とかだったら先に切るかもしれないですね、うんうんうん、ロンが嫌で泣かれてもいいよってなるかもしれないんですけど、自分が親だったり相手が親だったり、うわすごいの引いた、やったリャンソー先輩リャンソーある、そう、親かぶりが嫌なので絞ることが多そうです、うん、あ、最初に言ってたやつですね。2004世の親かぶりなら2000点だからいっかと、うん、親かぶりじゃなければいいよと。あ、ごめんなさい、古橋さんリャンウソなんですが、リャンウソが山さん、ウソもウソも山にぐらいある、5山もあるんですか。そんなあるの。あ、ここに来たかも。これスワンコイーシャンテンじゃない。本当だ。パーピンはキューピンでしょう、うん、1枚切れ。ローソーはローソー1枚ある。山1、サンワンも、サンワン2山じゃない。いや、でもリャンウソ強すぎでしょ。ですね、うん、ですね、1枚減ったけど4山、うん、パーピンは山場には、ごめんなさい、2枚1枚切れたけど山にはないですね、はい、3ワンが2枚、ローソーが1枚、はい、引いたらスワンコの16,000割、はい、ただ古橋がもうすでに天敗のリャンスは4山、うん、リャンソー、あー、まあ、これは切らないと思います。粘れます。いや、どうだろうな、いやどうだろう、ちょっと待って、まだ余ってないですもんね。あ、イーソーが余ってるのか。踊らだもんね、うん、危ない、ね、切らない、このイーソーが出る前だったら1枚勝負してたかもしれないですね、はい、どれでも先に勝負して、先にパースを勝負するんだったらリャンソー勝負も全然ありそうですからね、はい、状況は変わりましたね、うん、じゃあ、あとはお祈りタイムになるんでしょうか。リャンソにくっつけばワンチャン。ダメ、後つもが1回、古橋は2回。
白鳥も粘ってる。粘って天敗ですよ。三ピンかローピンか今度にとってはいませんが、これ白鳥さん敗手じゃないですか。敗手ずらされた、ずらされた。ここも天敗だ。ベンチーマーの役なしです。まあ、敗手が立川さん。まさか一人の点。本当だいやそういない、いないね。天敗継続はできないでしょ。これはこれは無理。ちょっとリスク大きすぎですね。はい、これで2人天敗に変わります。敗手立川、これも無理でしょ。無理でしょいや無理そうだな。ローソは特にいけないかもしれないですね、はい、流局です。1人天敗に変わりました。古橋ヤンソ4局。近藤さん的にはリアンスを掴んだんですけど、はい、実際ね、あんだけ山にいたのが流局したんで、ね、ラッキーラッキーかなり残されていました。立川さん本しなかったらね、積もられてたし。そういうことか、うん、そうですね。でも立川さんポン点でね、安全度高い3万切れたんでまあ自然ですね、うん、なくてだと思います。伊藤メンツーでしょうか。6チッパもあるか。古橋の手配789と618と総数は1、はい、続いて白鳥アンサーマンが入ったところ、立川も1メンツ、近藤は2メンツあります。ただ初はまだ山の中。うーん、磯払いみんなそこそこいいですね。ええ、あれ立川さんってなんでこんな1万2400点なんでしたっけ。あれだ、第三元天敗でドラ補充 だ、うん、無理だよ。あ、無理じゃないのか。そうか、無理じゃないからこそ引きずっちゃうのか。あれは切り順だそう、数ピンウピンの、三ピンウピンか、思い出。三浦さんがハーしちゃいましたよあんなにね、その裏目に出るってなかなかないですから ね、ないですよね。皆さん全部残すなら数ワン切りたいですね。いつもまだ見るってことですね。いつも6、7、8、7、8、9も全部見て数番切りです。手役派、うん、これってやっぱ公式ルールだとこれぐらいのバランスがいいんですか。なんなら公式ルールじゃなくてもこうしてもいいと思います。おー、一発裏ありでも、一発裏ありでも糸引っ張って、うん、別に手慣れで進めても免品なのでですね、うん、これが免品ドライチだったらさすがに大差だと思いますけど、うんうんうん、免品だったらね、リッチしてもなんかうまくいってまあ、5パーとか2、6ゴールはありますけど、はい、そんなに可能性高くないですからね。じゃあ数万切っといて、切ってもいいと思います、うん、いやでも、まあ、残す方が普通は普通ですね。この手配だと単ヤオがあるので、はい、そのリーチピンフは弱いんですけど、リーチ単ヤオの一発ラドアリはまあまあ強いんですよね、その微妙な差はあると思います。ただ別にどのルールで数万切っても変じゃないと思います、はい、こちら古橋親番中、これでまた選択ですね。イシャン店、これは単野にも単野もある分、うん、6、7、8の方にしましたね。マックス3000、6000までありますもんね。イシャン店です。カンチーピンとロキュマン、チーピンいかが、山2です。ローワンいかが、いかが山2かしら山2先に決めていきました。トマバ1、あとは追っ手がどうでしょう。立川さんが1個入れば、うん、これも嬉しいですね。えかなり面単品になったんで、はい、あとはビンズのリャンカンさえ引ければ勝負です。お、近藤さんも5、6、7の3色が結構濃厚。おわ、先すそですって決める。3層は1枚切れ、面単品残して全然おかしくなかった、うん、ピンフはいらんと、うん、欲しいですけどね。欲しいですよだって39,400点持ちですよ、ね、サクッと流せるっていいじゃないですか、うん、しかもこの手はね、うん、さらに言うとそのマンズの 7,8 の7,9 の部分に5か6を引くと、はい、5か6を引くと面単品イーペイコっていうね違う高打点が見えてくるのでその時はね、うん、スースあった方が良かったりするんですけど、はい、もう3色1本、これを決めるのもね、うん、強さの一つなのかもしれません。でもこう打っておくと、はい、その急走自分の視点にあるだけに、はい、数層の先切りしての貫ロー層が盲点になるんですよね。うーん、
だからこの後の手配の伸びを考えて数層を残すか、カンロース残った時の上がり率を上げるか、そんな選択だったと思います。やっぱ近藤さん上がり率っていうのは結構気にするタイプですかね。そうですね、その捨て配に気を使うタイプですよね。立川伸びるかローピン残した、うん、怖いですけど、怖いですけどね、うん、なんかパーピンあたりを切っておいてっていう手もありそうですけど、ここは勝負と。さあ親古橋はまだイーシャンテン、イーシャンテン、ここもあ、ここはリアンシャンテン、あ、スピンじゃなかった。これも安全度 は、 いやこれは、ね、ちょっともうそろそろ怖いんですよ、普通に進めるのは。あまりにも、うん、一応ね単用で上がりの可能性は若干あるんですけど、はい、そろそろその目標を転配にするぐらいの時間帯には見えますね、はい、やっと初がお目見えしました。本当だ、初めての初、いやちょっと警戒する順目ですよね。もう古橋さんも嫌ですけど、全員初がね、あの近藤さんが1枚見えてるだけで、誰に統一で入っててもおかしくなさそうな状況に見えますんで、結構全員普通に自配から切り出して位置に寄せてるので、はい、どこがドラドラでもおかしくないって考えてそうですね。あ、これリアンス切っちゃったんですよ。そうなんですよ、チートイツイシャンテンテ決めちゃったんですよね。もう戻れなさそうですね、はい、チートに決めそう。親の現物数万を近藤さんも3色なのに、おお、これでいけますよ。数ピン統一落とすかカンパーワンを払うか、どっちが安全度が高いですか。数ピンの方がちょっと怖いぐらいですかね。ピン図高い、これは目一杯にそうですね。残したいです、親番ですし。近藤実るか、ロー層と数ピン、だって初全部山なんですね。全山ですね。あるな、ロー層もいるね。ありますね、2山初初初三浦さん来て、今3連続初引きませんでした。1万8000点ですよ。すごいや、あ、子供ですよね。あ、子供、1万1000点、ごめんなさい。古橋さんがやばいですね。そうです、初初ロース危ない、ロース危ない。でもロースも通ってない、はい、あとチーソースがちょっといいかもしれないですね。いやでも危ないです、危ないです、めっちゃ危ない。本当テンパイとか入っちゃったら、というかこ の、 その順目的にその立川さん目線だと上がりよりは安全度でいきたいので、圧倒的にロースの方が安全そう。数ピンとかより、うん、数ピンパーピンと比べて、うん、数ピンパーピンローソですもんね。あ、これで、でもいや切っちゃうよ。そうそうそう、高すぎるよ。いや、ソースがね安くてね安全の高そうなんですよね。このパタリはやってない、初ドラさん、しかも3色12000。この12000上がれる人相当いないですよ、ね、数層先入りしてないと、ね、人はサブローソーになって、しかもなんかその聖杯だとサブローソー危なさそうなんで、今のローソー打たれてないまでありますからね。なるほど、いやすごかったですね。今相当スペシャルですよ、スペシャル、うん、立川さんも多分近藤さん気配あったと思うんですけど、はい、数層早いしローソーぐらい行ってみようぐらいだったと思うんですけどね、はい、あれがその数層切ってなくて後でチーソー切ってきたら、もうもろ間4件のサブローソーなので、いや俺切ってないと思うな。決まりました、今度スペシャル。立川さんだと特に切ってない気がしますね、はい、あ、初かじゃなかったかな、うんうん、そうですいやああいうのもあるんですね、先切りって立川さん展開悪くなっちゃいましたね。確かにね、立川さん、はい、三浦さんピンクに行っちゃったみたいですよ。里駒さんの下か。あ、でもまあ確かに里駒さんマイナス46でしたからね。そうですね、いやきついですね今のは。うーん、いやでも近藤さん褒めた方が良さそうですけどね。確かに確かに、相手を叩いましょう、あの上がりはね。いやだってドランコで手を開けられて数素先入りしてカンローソの3色なんて、おかしくないですね。そうまあ後で引いたケースね。まあドラが後っぽいですね、あれは。3色だけ固定してたっぽいんで。はい、でドラ勝負みたいな話で。あ、ドラ飛び機かって感じはしますけど。やっぱ三浦さんああいうのはグラッとくる方ですか。僕はもう椅子から崩れ落ちてますね今頃。絶対嘘。見たことない。立って座ってらんないかもしれないです。ね、いや
ついな。はい、きついな。でも山は残ってる100点ですけど、本日マイナス73.0はちょっと負けたなという感じがね。しますね。さあ白鳥を呼ばん中です。ドラはトン。ドラはトン。トン。一通も残したいし、二差しの三色も残したいし。九ピン切り。うん、パーピン二枚切り、はい、パーピン二枚切りということで、はい、一通にはならなさそう。二差しの三色と、なんか場合によっては一二三の可能性も若干なくはないぐらいですね。まあ、ほぼないですけど。持ち点は三五五。三色？ちゃんと三色イシャンテン。また打点見えますよ。次は古橋が。でも三あれ一ピン二枚目。鳴かず。さすがです。まあ9ピンの肩上がりということにはなりますが、まあ次出た難は鳴くでしょうね。さすがにまだ順目的にも E ピン2枚なかったとしても難があるし、はい、なんなら2ピン3ピン引いた時も価値高いということで、うんうん、この順目だったら勝負かける価値があるよという感じですね。変化はありますもんね、うん、ピンズの横伸び、まあ、高打点なる可能性を考えたらね、うわー見事。あーこれ闇点がリーチもある。考えてるね。これは闇点、うん、積もって跳ね回りますからね。6ピンで上がりはしますよね。いやしない気がしますけど、す僕だったら今出たら見逃したいです、3人なんだでも関係ないそういうのは全然見逃したいです。闇点にした理由ってやっぱそこなんですか、うん、積もっちゃったらしょうがない。我慢できなくなっちゃう。だからその辺が微妙なラインだったんでしょうね。そのローピン出た時と積もった時が微妙だから、もうだったらリーチしちゃうかと。三浦さんはどっち寄りなんでしたっけ。闇点の僕闇点にして、はい、今はローピン見逃しますね。見逃す。ただこの後例えばこの白鳥さんの3ピンチーとか見たらちょっと考えますけど、ただ今回は白鳥さんドラのトーン切ってるので、まあ、リスクが1000点っぽいん で、はい、多分仕掛けられても、あ、1500か。リスクが1500点なんでまだ見逃しそうな気がしますね。さあ6キューピンのリーチですよ。注目のキューピンは山に3枚3山3山出ても跳ねまんですよ。これ白鳥さんキューピン止まんないですよ。やばいぞ。休めのローピンもありますけど、キューピンの方期待しましょう。ローピンちなみに2枚 2、3 大チャンス。近藤さんもいい手だったんですけどね。リャンパーピンの二度受けみたいな感じですね。中、はい、のトイト落としでテンパったら数ワン勝負はありますね。持ち点517。ただその前に白を掴んでしまった。そもそも古橋さんの手配気持ち悪いですもんね。気持ち悪い。あれ初手出しでしたっけ。初手出しですね。初切ってテンパですね。最初手出しですもんね、はい、ちょっと怖いですね。何当たってもおかしくない。高そうに見えるかな、やっぱり。いやー、つもぎリーチですもんね。高そうですね。高そうですね。なんか手配も変だし、うん、でもチートイドラドラだった場合って、はい、最後まで闇点になりそうな気はしますよね、うん、この捨て配だと一巡の我慢だったもんな、うん、うわ、うん、キューピンかと思った。気合入ってますよ。ここ入ってますね。こういうのはちょっと怖いですね、観覧ピンのちゃんと3色転配しててもういいやリーチっていう可能性はなくはなさそう。こういう方が嫌なのか、うん、なんか普通の両面スッチーワンとかサブローワンとかリャンウワンとかよりはそういう牌の方が怖いかもしれないですね。いや積もりそう、うん、今にもテンパれない。白鳥の押し返しいかがでしょうか。ただまだ6キューピンがザクザク残っています。誰にも何も流れてない。小山リーチなん休め高め。ちゃんと三色か。いつも嫌な牌？いやですね。三層切るのは無難なんですけど、はい、パーウッパーワンの受け入れがなくなってしまうのは嫌ですね。価値があるかどうか。親番なんで行く価値はあります。はい。打ったら高そう。いい総切り戦っています。そうですよね、ドラが見えてたんですもんね。そうですよね。なんだろうな全然流れないけど。キューピンキューピンキューピンローピン薄い方ローピンのつま上がりリーチつもなんとなりました。千二千のつま上がりです。闇点でも誰にも9ピン流れてないですもんね。ですね。
じゃあまあ高くして上がりましたということで、うん、ですね。でも手が空いてやっぱあれつもぎり、あ納得みたいな感じなんですよね、みんなの中で。まあ高い理由はありそうですよね。だからチートっぽくないから、はい、あんな感じのちゃんと三色本線かもしれないですね。間違いは分かんないですけどね。その今両面でしたけど、カンリャンピン、カンちゃんとかペンちゃんとか、はい、何でも出てきそうですけど、はい、さあ大事な立川さん親番です。一人進みはやってません。やってません。あれ立川さん9100点持ってたのか。いや、あれこれ1万点貸してるとかじゃないですか。貸してるんですね。失礼しました。ちょっと自信ないですけど。ごめんなさい。そうですね。そうっぽいですね。違うかな。わかんないです。後ほどの得点見てみましょう。今なんかちょっと入ってるみたいですね。どうでしょうか。多分この表示は正しそうですもんね。ええ。あ、今変わりましたね。あ、変わりましたね。大丈夫でした。ありがとうございます。さあ、立川さんのハイパイは、はい、いかがでしたか。こちら。悪くない。うん。悪くない。あとはターチャ次第。悪くない。悪くない。次は。悪くない。いや、いいよ、いいよ。白鳥も悪くない。差し込み見えた。いいね。みんな良くなっちゃったな。立川さん、立川さんもね、これで逸だ逸だ、立川さんが一番いいかもしれない。本当ですか。逸、うん、のなりやすさも含めて、はい。あ、でも両面、一応両面両面見届けですが、いやこれでもペー切りたい。あ、ペードラかです、ね、え、なんかウーソーローソーとか考えてません。さすがにないか。ウーソーローソー切ったドラ、ドラタンキーってことですか。んちゃんたかドラタンキ ー、 ドラタンキー。あ、ちゃんたですね。純ちゃんもあるしね。はい、古橋さんならありそうでしたね。やりかねない、はい、ただ、はい、何2曲367持ち123は見た方がいい。あ、ペイの方にしました。はい、トン1曲だったらウソロウソ切ってそうですけどね。三浦さんのバランスってどれぐらいなんですか。ウソロウソ切るときって。あ、今だとどうかな、切っちゃうかもしれないです。すごい、やっぱ皆さん結構手役狙うんですね。この順目でね、これだけ現実的だと狙えるかもしれないですね、だって次のツモがリャンワンサンワンだったら、ハネマンのイーシャンテンなんですよ。そうですよね。これ今1000点のイーシャンテンなんですよ。そうか、別に1000点ね、ミスってもいいんですよね、はい、ただ1万2000ミスるはちょっとやってないじゃないですか、はい。ウソロソ切って、まあ、地層のロス、あ、これ嬉しい。でスーソ引いちゃって台無しだよ、うん、で今頭抱えてますね。顔隠しました、三浦さんが。イス地層天敗、ちゃんと純ちゃんも崩れちまったよ、はい、ドラ重なったらいいけどなってなって。それならこっちの方がいいわって。地層のつま上がりとなりました。さすがです。ピーフツも400、700、このバランスもね、うん、まあ、やっぱでもその辺もトンバナンバでも変わりそうですけどね。自分がリードしてるかトータルポイントにもよりそうです、はい、ただこのルールはそのくらいやっても悪いことにはならないです、うん、はい、意外と見合っちゃいます。確かにこれもあるんだなって思うのが大事かもしれないですね、うん、そう、引き出しが多いに越したことはないんでね、うん、こういう戦法もあるんだよって覚えておくといいかもしれないです、はい、絶対やるとは言わないんでね。ちょっと忘れてました。さすがに上がり率は違いすぎるんで、圧倒的に数値数残した方がいいんで。さあ、もう立川さんの親がサクッと終わりまして、うん、今度本当ですよ。親番ドラドラでした。あ、ただ白鳥さんめっちゃいい。いいです。白鳥いつのドラ1枚の本一模様。本一模様だけどね、ここで2000点上がれば相当浮きキープできるので、ここは無難に行くかもしれないですね。いつもは伊達に寄せるか、寄せる方ですが、うん、もうまとめに行くぐらいの状況かもしれないです。はい、それでも狙う手はあるけど、あ、もうこれでさすがにね、さすがにいかないですね。両ピン？両ピンから切るか自敗から切るか、どっちの方が打点残るかの選択だったんですけど、両ピンは一応1通とかもあるんですか、うん、まあこれは安全度も込みですね。今度はやる気十分かドラドラ満々です。古橋さんちょっと初と1だけど、うん、国士かピンズの本1ですね。え、そして立川さん、わー、立川さんも終わらせるしかなさそうですね、はい、一応白鳥さんの原点切れなくはないんですけど、
マンガンクラスを2回積もれば、うん、まあ、直撃できればいいですけど、うーん、ちょっとね現実的じゃないので、ここは普通に行きましょうか、うん、上がり高い手を上がりに行くと思います。ペーチャ立川3ピン3ピンが並んでおります。一応タンヤオターツは揃ってチートイツのイシャンテンですね、はい、これ3ピンズの本一だったんですけど、マンズのメンツができてしまったので、一旦無難にいってます ね白鳥も、お、この数層は残しましたね。というのはどうでしょう、白はパーワードスチーピン、うん、どうでしょうね。これはピンフを狙ったのか、それとも気に入らないターツがあるのか、ちょっと難しいですね。思考聞いてみないと。白も期待度低いんですかね。あ、それはあるかもしれないですね、あ、多分それだ。そのスーソにくっついて、はい、ピンフの変化を見たってことですね、はい、ハクハクっていくケースを残したっぽいです。ちょっと自敗が信用ならなさそうな捨て牌になってきたっていうのが大きいかもしれないです。ただ今もう全部後継になったので、はい、仕方なく進んでいきました。はい、9ピンが縦に重なるフラッシュ、一応ポンしてイーシャンテンの形でしたけど、フロエさんペン3ピン2枚切れなんで、ちょっと強めにはいけない。ここもチートイーシャンテン、むしろペン3ピンチーから発進してみて、あ、それはしそうですね。むしろ白鳥は数万のポンから発進しました。ん？頑張れる。スーアンコ。チーソとチュンと。三色どこ？ヤンワントペ。本当だ。いや、三色、まあ、なくはないか。なくはないけど。あ、ハックが出ちゃった。タイミングバッチシ。ウッパーマン撤廃。ウッパーマン誰も持ってないですよ。ダメか。バニー2枚。六山。皆さん使えないですもんね。ウッパーマン。近藤さんがメンツで戻った時にいなくはないですけど、戻るの難しいかな。なんか先にドラガンコになってイーソーイーソーとかはあるかもしれないです ね、はい、あ、チート決めちゃったらもうないですね。はい、ウッパーマンがアウトです。現在白鳥は2000点の転売、誰も持っていないウッパーマン。山6です。わずかに近藤さんと立川さんがチートイテンパイして追いつくことはあるかもしれないですけど、いくらなんでも強すぎですね。一般はあまりにも残っています。ナンは1枚切れ、あ、2枚切れですね。安全度は高い牌、かなり引き気味になりそうですね。自分ペン3ピンで弱いところが残っていて、あっさりすぐツモです、うん、白ドラ1 500戦のツモ上がりでオーラスを迎えます。近藤の親も落ちて、最後は古橋の親番。もう立川さんをおごらせるしかないですね、はい、もう一人沈みだけどしょうがないや、うん、古橋さんと、ね、白鳥さんは点数近いんですけど、はい、そこの順位点って2ポイントしか変わらないので、ああまりね、そこ無理に買いには来ないと思うので、普通に上がりに来るでしょうしね、白鳥さんも、うん、お、いけるぞ。普通に行きそうですかね。古橋さん上がりに行きそうですね、はい、立川さんも上がるにはいけそうな、うん、むしろ良さそうですね。ドラもありましたね、うん、一通とか単葉三色も見えなくもない。今度も2面ずありました。ドラ引いた。古橋です。親番現在オーラス。まあ、自然に進めるでしょうね、これも、はい、近藤さんは上がればトップ、まあ、これはピンフ系結構見えそうなので、これもしっかり手組んでいきそうですね。白鳥さんだけ慎重になりそう。持ち点は35,100点。何を重ねた立川です。白鳥さんは5200振っちゃうと原点割れてしまうので、うん、この手牌ということを考えると、こういう仕掛けに対してはかなり慎重になりそうですね。なお泣きました。2枚目ですが、2泣きかなんですよ。ドラドラもなさそうですもんね。うん、それでも慎重度は、うん、慎重になりそうな手配ではありますね。まだリアンシャンテン
近藤さんはなかなか広い射程してますね。イペコ完成です。マンズ1から7まで転敗ですし、ドラ重なったら高打点。はい、フライさんゴロチだ。親番中なんです。どうかどうか、お難しいですね。一色ってはどうですか。なるほど、一色まで見てどっちかの両面切る手が有力そうに見えますね。危ない方はどっちだ。ただシンプルに広いのは Q1。 そうですね。なんドラ1、この後ドラの C1 を引いてきた時は考えるかもしれないですね、はい、今度がテンパイ役割で E1 短期になりました。E1 1枚切れ26テンパイです。若干古橋さんの E1 が危ないですね。1234457、単4になった時に選ばれる可能性があります。はい、 E1 自体は山に1枚。ただ待ち替えも十分ある状況。白短期にしますか。早速変えそうですけどね。ションパイ、ションパイは嫌か。実際山に全部残っていました。白鳥さんも形にはなってきましたけど。そうなんですよね、結構受けの気持ち強かったと思うんですけど、手配が伸びてきちゃったんでちょっとローンのリスクを抱えて前出てる感じはしますね。はい、行きたくなりますね。うん、ピンズ良くないか。やっぱこの状況で立川さん泣いてる以上、やっぱりテンパイ近いかテンパイだと思うんですよね。で万が一ね、自分の原点割れる補充の可能性あるんでかなり慎重に言ってたと思うんですけど、じゃあもうリャンパースだったら積もった2着狙っちゃおうと。三面ちゃんでしょ。近藤さん立場的には打っても沈まないけどどうなんでしょう。いや、テンパイならかなりいくと思いますよ。しかも今回現物待ちじゃないですか。ですですです、かなりこのまま頑張れそうですね。古橋のイーマンどうだ。いや、危ないですね。まずは仕上がりました。ただ親番で一応イーシャンテンっていうことを考えると、はい、インフドライチのイーシャンテンなんで、はい、その無理に選んでまでは切らなさそうですけどね。立川は詰まっています。行くか行かぬか。てかリアンス当たり牌じゃないですか。そうだった、三面ちゃんだ。これ行っちゃうんじゃない。全然行っておかしくない。うん、現物は数万とパーマン。でも降りちゃったらもう、うん、でも数万パーマン切ったら偉いな。偉い。でも時間がない。降りました。立川、あ、これで E1 さらに危なくなりましたね。はい、三面ちゃんの白鳥、 E1 短期の近藤戻ってこれる。いや、一旦数ワン切るんじゃないですか。いや、でもイーシャンテンならリャン総勝負もあるか。ね、確かにリャン総勝負しておくと、はい、C1 引いた時に3色ドラドラで高打点の可能性が。あ、お、待ち変わった。ドラ持ってきてスッチ今。数ワン大丈夫？大丈夫か。いや、切るならイーワンですね。あ、ですねですね。で、ドラ C1 なんで、その絶対に切れない牌を引いてきて、うん、降りるときに数万選ばれる可能性はありますね。スッチーマンはゼロでしょうか。山にはないんですけど、古橋さんの数万が出る可能性が若干ありますね。あとはリアンパッソ、なかなか引けません。というか古橋さん現物がないですね、そもそも。となるとどうなるんでしょうか。数万しかないので、うん、選ばれてもおかしくないですね。結構高いです。ピンフイペコドラドラでしょ。7700、ギリギリセーフじゃないですか。3番ピッタ。あ、これ危ないかも。あ、ローソーが現物か。さすがにローソー切ってイーシャンテンはキープしますね、数番より先に。で、嘘勝負の形にすると思いますけどね、はい、そもそも現物がローソー数番しかないんですよ、うん、で、イーシャンテンキープできるんで普通はローソーなんですけど、あ、キューピも近藤さんが通したから、あ、キューピンも現物なら、うんうん、じゃあ、キューピンかローソーの選択でしたね、はい、どっち切るかでした。なんか近藤さんもリアンパースト止まらないですね、これですよ。大丈夫かな。うん、酸素は筋、小層が1枚目。うん、古橋さん目線ね、8000点打たなければそんなに変わんないんですよね、はい、止まりました、うん、どうせ上がられてもまくられるし、リーチ単野をつも、フィニッシュは白鳥が決めていきます。戦2戦、これで4回戦が終了です。トップから参りましょう。トップ近藤、2着白鳥、3着浦橋、
4着1人沈みで立川並びで終了となりました。はい、成績を出たようです。ご覧ください。本日勝ち頭白鳥となりました。3位から1位へ、そして古橋もプラスを重ねて5位から4位、近藤もプラスで終えました。15位から14位ワンラックアップ、立川がピンクゾーンへ 76.2 という結果で終えました。第5節シータク全4回戦をお届けいたしました。はい、ということでここからはインタビューに移っていきたいと思います。まずは対局を終えた立川雅弘プロです。立川プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ本日苦しい結果となりました。改めて振り返ってご自身感想をお願いいたします。そうですね、ちょっといっぱい放銃しすぎちゃったかなって感じですね。まあなんか手が詰まっちゃって、結構急走とかね、あれでも急走以外なかったですね。いや急走になりそう、もっと早く切られてもおかしくなさそうなぐらいでしたけど、粘ってましたけどね。あれ急走で4着落ちて、まあ最後の第3ゲームね、あれウーピーね、引っ張りたくなりますもんね、ちょっと上がるためにも、第3件1本って考えたらできるだけ引っ張って警戒度下げたいですもんね、はいはい、そうですね、あれが最悪でしたね。あんなに最悪な結果になるのってなかなかないですもんね、リーチ受けてウーピー浮いちゃってて、もう感覚的にも嫌だったと思うんですけども、ただ、はい、なんか通りそうな感じもしてたんですよね。スーピンが先に切れてるやつだったんで、まあウーピーのシャンポンとかはなんかなさそうな感じもしたんですけど、はい、まあダメですね、やっぱ残し方が悪かったんじゃないかなと。まあ3節4節と役も上がり5節も来たかと思ったところでしたが、今日は苦しい結果、三浦さんからも一言お願いいたします。あのね、ウーピン残すかどうか本当難しいですね、僕も残しちゃうかも。そうです、はい、ね、でも、ね、あれがね逆に上がれてたらね、もう大違いですもんね、今日プラスまであるぐらい。ありましたよ。そうですね、最後はね、はい、帰って考えでは結果ご覧ください。本日の立川プロマイナス 76.2 ということで、7位から13位のピンクゾーンには来てしまいました。第6節は A 択ということで、またすぐに来ますが、メンバーが瀬戸熊、猿川、本日戦った古橋となります。6節に向けての意気込み、ファンの方へメッセージお願いいたします。そうですね、今日もちょっと頑張ろうと思ったんですけど、なんかちょっと中途半端な放銃が多かったんで、まあ次から後半戦なんで、また、頑張りたいです。はい、次節も頑張ってください。本日もお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、折り返しとなります。僕だったらもうあんなしっかり喋れないですね、あのウーピンがショックすぎて。三浦さんはいつもしっかり喋られてますよ。いや難しいね、本当にショック大きいですね、はい、あれはね、本当に。いやでもね、実際ね、ウーピン残した方がいいかもしれないよね、全然わかんないですよね。続いて選手です。近藤勇プロでしょうか、お話聞いてまいりましょう。近藤プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。本日は2着4着2着、最後はトップでフィナーレ決めましたが、ちょっとね感覚的になんかまた今日苦しいな、かわいそうだなとかね、いろいろありましたけども、置いてみていかがでした、うん、まあ自分でもかわいそうだなとかあれこれ第3弦打っちゃうのかなとか思って2回戦もね、俺でドラドラが2回連続とかで空振ってましたもん。結構上がりたい手がね、またきついのかなと思って。そう、上がりたい手の時に限って当たり合い掴むんだよね。はい、ずっとそんな感じだったから。そう、なんかの1回戦の親番でドラアンコのトン3曲で、あ、はいはいはい、スーピン打たず、 あれもほぼほぼ当たりなんだろうなと思ってたから、三浦さんも、いやここをね、この持ち点ポイントと全部込み込みで打たないはすごいですねって話だったんですけども、さすがです、ね、でもさすがにあれ打ちづらいでしょ。そう、まあ、危険運動は高いんですけど、うん、まだあの E ピン掴む前だったら行こうかなとは思ってたんだけど、はい、あともう一個ありましたよね、うん、筋で掴んじゃった E1 切れなかったやつ、白鳥さんの仕掛けでしたっけ、マンズ、あ、ペイプッシュしたやつですか。そうそうそう、ペイプッシュして1回戦の親番です。 E1 切ってリーチまで行くつもりだったと思うんですけど、古橋さんがローワン、チーワンを通しちゃったせいで、はいはい、切れなくなっちゃったやつも、あれもなんか展開悪いなと思いながら見たんですけど、ね、でも結局テンパイまではこぎつけてみたいな感じでしたっけ、うん、ペンカン3番でリーチになったやつですね、ああそうですね、はい、ナンバの親番、なんかずっとそんな感じで、多分あれそのこじ開けに行ったなみたいな、そこで E1 まで行って、そのリーチまで行くつもりなんだろうなと思ってたんですけど、なんか
切りづらくされちゃって E1 がそうですね、ね、行くつもりだったと思うんですよね、もともと。それがね、なんか急にロー1、チー1、ロハイさんが通して、うん、なんか E2 1かリアム1っぽくなっちゃって、さすがに行けないやっていう、なんかそんな感じに見えたんで、なんかその辺も展開悪いなと思いながら見てましたけど、はい、ただ最終戦ですよね、あのドラドラドラって、ハツがドラでドラドラドラって弾いて、その前に缶ロースを固定してたやつでしたっけ、でもあれが良くなかったよね、あの5万のドラアンコの時だったじゃないですか。あ、小さかった。ちょっとあれもう一歩進むまで我慢だったかなって感じだったんだけど、パスをこう遅らせて、ね、分かりづらいようにはまあ、ただあのタイヤを確定なんだよね、あれチーズをポンするとね、普通の人はポンです、はい、近藤さんになるともしかしたら警戒度上がっちゃうからもう一枚引きつけるっていうかあるのかもしれないなとも思いますけど、結果上がれなかったからやっぱりダメだよね、あれポンした、ね、でもあれ最後の泣き手流されたんで全然上がりもなくなっちゃいましたね。なるほど、はい、いろいろありすぎて、はい、いろいろありましたね、近藤スペシャルみたいなのもありましたし、あのカンロス本当に多分近藤さんしか上がらないと思います、はい、あれ数素先切りしてないと多分ロスを打たれないと思います。1万2000点トン4曲なんで最終戦の、その立川さんイーシャンテンからローソ切っちゃったんで、あれチーソーが後だと間4件のローソ多分止められちゃう、ね、ああそうですね、サブローソがね、はい、なっちゃうから、うん、あれも見事でしたね、はい、まああの時はほら初がないから、そうですよね、魅力がないから3色にしないと、あの後びっくりの初でしたそうねさあ近藤さんの成績ご覧ください。いただきました。本日プラス 12.7 ということで、ワンランクアップして14位になっております。近藤さん、次節は、C卓ということで、間空きますが、今野、柴田、前原の3名と戦います。6節に向けての意気込み、ファンの方へメッセージをお願いいたします。なんとか今日、苦しいながらも受けたんで、はい、まあ、少しは弾みつくのかなって感じで、まあ、次頑張ります。はい、楽しみにしております。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした、いやファインプレーめちゃくちゃ多かったと思いますけどね。めちゃくちゃありました。止める範囲も結構止めて、近藤さんじゃなかったらマイナスでもおかしくないぐらいの、全然ありましたね、そんな感じの出来に見えましたけどね、さすがです。続いての選手、古橋隆プロです古橋プロお疲れ様でしたね。パーソーですか。お疲れ様です今日は着順3-2-1、最後は3となりました。はい、自分の中で今うーんと顔を抱えるようなあれがありましたが、どうでした。いや、めちゃめちゃ手来てたのに、うん、まあ、勝ってよかったですね。でもよかったですよ。マジで下手なんだけど本当に。どれですか。いや多分パーソー今言ってたんですけど、うん、ウッパーソーどっちか切るわけでしょ。はい、ピンピン6ね、えだってあんなのさ、パーソーしか切らないじゃんちょっとね、白鳥が間があったから、はい、なんかしかも想像上の馬強が良かったんで、はい、あいつちょっとパーソーのシャンポンにねかなりいい馬強だったんで狙ってんじゃねえかなっていう馬ぶりが発動してしまって、でしかもね、しかもパーソー打っても数走引いた上にローマンでフィニッシュしないと3色ならねえじゃんと思って、うん、どういう時に限って引くんだよね頼むから3万でフィニッシュしてくれと思ったんだけど無理でした。あれはちょっと本当に3回戦もあれ上がったんですけど、はい、その後もう、はい、あのテンションがかなり低くなっちゃって顔に出てましたよ。はい、もうあれはダメですねでもね、あの何一曲とか6級満でしたっけ、うん、止めて、関連ピン6級満、ね、何あれ、あれ下手すぎ、でも俺おとり当たり、おとり当たりサブローマンで当たりなの。はい、1500ですね。え、あ、白鳥の方に当たりってことね。はいはい、あ、そうね、2人に危なかったですもんね、はい、いやでもね、もうちょっとねうまく打ってれば先に上がりがあったし、そういう曲ばっかりで、1回戦目もあのドラガンコの曲があったんですけど、はい、あれはちょっとやりすぎたなって、3万3見えだったんで、ピンズの連冠を先に決めなければよかったかなと思ってます。覚えてます、ドラが吐くの。あれ、ドラがドラが吐くで初ポンして、はい、本一ドラマンズの本一サブローマンで、あ、はいはいはい、本一ドラさん、吐くドラさん、あ、そうですね、あ、あの話してました確か、はい、ちょっと2差し後のマンズですよね。
そう2差し5のマンズでそれを残さずにシンプルに進めてるとそう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 大体、うん、上がれてると思うんで、まああいうの逃して跳ねマン上がれる時もあるんですけど難しいですね、ピンズの形も弱かったんで、うん、残すも余力だし、そう近藤さんがねちょっとその時はまだピンズがねかなり高くてよく分かんなかったんでそういう選択になっちゃったんですけど、まあ、手が入ってるのに上がれないっていうのがね非常に1回戦多かったんで、でも白鳥さんの第3ゲーム蹴ってますよ、危なかった聞いたけど危なかった、全然全然もう今日立川さん第3ゲームっぽいなと思ってたけどね、あれでもその最低でもドラドラには見えますもんね、初早くていつの白鳥の、はい、あでもまあドラ俺打ったもんね、っなんか E ピン3ピンってドラのカンチャンターツ払ってきたんで、初カンツから切ってるもん想定 しなきゃいけない状況、多分無理、あ多分気づいてなかった、あの上がれて、あの想像引いたら鎮痛いってます、いかないっす、さすがにもう、はいはい、間に合わない、6球ピンは相当上がれそうだったんで、あれ、はい、ちゃってると危なかったですからね、行っちゃってるとね危なかったですからね、うん、そうですね、うん、はい、あとあの初短期もありましたよね、あの白鳥さんが仕掛けてあれなんかリーチ後に手出しが2個ぐらい入ったんだけど、はい、あのリーチした時にはもう当たり、いや当たりです、ね、当たりです、ポン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 、リャンカンとシャンポン、うん、ドラのシャンポン、あじゃあカンウーマンが入ったってことか、多分そうだな、マンズがリャンカンっぽかったですね、だとあれが白鳥が1枚目のイースを見送って、はい、でなんか2枚目のイースで渋々チーみたいな雰囲気を出してきたんで、で自敗があとハクとハツしかなかったんですよね、はい、でハクが一切れだったんでこいつハツの後付け濃厚だなと思ってて、でドラがちゃんとドラとハツじゃなければ、はい、絶対折り打ちして、あの出馬祭ありがとうっていう上がりができると思ったんだけど、ドラが統一だとね降りてくれないから、うん、でも自分ドラドラだからそんな都合よくねえだろうと思ったけど、そうでしたね、ちゃんと古橋さん読み切ったって伝えときました、はい、ありがとうございます楽しい曲、でも力負けでした、ね、力負けすごいですダメだったな、はい、強かったですね、はい、今日も楽しい対局でした、はい、まずは古橋さんの成績ご覧ください、プラス 21.1 ポイントということで1ランクアップしました、トータルが 63.3、 次節が A 択です、メンバーが瀬戸熊、猿川、そしてまた立川というメンバーです意気込みお願いいたします、いや今日はね白鳥を捕まえる絶好のチャンスだったにもかかわらず、はい、42も浮かれちゃったね、強かったですね、強かったですね、はい、3位狙いでいきたいと思います、早い3位、はい、3位の人ぐらいしかかわしそうにないんで、あまあ、これもあれなんかプロレス的なあれなんでしたね、今画面消えましたね、消されてます、画面なくなっちゃったなんとかね3位に食い込めるように、はい、三浦君を普段からちょっと圧かけて、はい、一応ご情報とかを与えて頑張りたいと思います、フロアさんのラインブロックしますね、いやまあいい戦いができるように後半戦も、はい、よろしくお願いします、楽しみにしております、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、意識してるとは言ってましたけど、はい、まだまだね、本人は全然ですよ、まあ、自分のプラスが大事って思ってるはずなんで、この後の戦いも楽しみです、まあ、ただもう負けないんで、はい、楽しみにしてます、はい、頑張りましょう最後の選手です、今日の勝ち頭となりました白鳥翔プロです、白鳥プロお疲れ様でした、お疲れ様でした、本日は113、そして最後は2着、はい、対局を終えてまずは感想をお願いいたします、いやもうちょっと勝てたような気がしますね、す今回は、はい、はい、いやなんかちょっとなんか微妙だなと思うのがなんか2つくらいあった気がするんで、もういやもしかも見えてるだけで2つくらいあるん で、はい、でしかも結構結果に直結しちゃったのが2つだったんで微妙だったなと思いましたけど、こちらから見てるともうファインプレーの嵐かなという感じでいやいや、あの第3ゲームとかも先にローピン切ったことで、はい、6球ピン間に合わせてこれ来たぞっていう、まあちょっとあれはシンプルにくっつきですか、ね、ローピンチーワンチーソーの選択、そうですね、まあスチーピンが3枚切れとかでしたけど、そうですね、まあ、結構上がることしか考えてなかったんで、はい、たまたま間に合ったかなって感じだったんですけど、なんか形上ローピン切るのって結構変だと思うんですけど、チ、はい、ーワンにね、マジョリティですけど、うん、なりそう、まあ、なんかマンズの上の良さとなんかダイレクトに見えてる範囲で
そうですね、まあ、ただなんかあれはね、なんかまっすぐ行ってると関連品のなんかドラ受けのテンパになってて、ね、ドラ打たれて上がれるみたいな未来あったかもしれないですけど、なんかあれはなんかそこまでちょっと反省してなくて、他のとこですね、なんか他のところ、あの立川さんにトイトイで血添えちゃった曲とか、あれなんかもうなんか変なこと考えすぎて、急走先にもうなんか立川さん今にもなんかテンパりそうだったんで、テンパ料だけもらいたいなと思って急走先に打ってしまったんですけど、はい、あの血添え打ったじゃなくて急走先切りしてしまった、ああそうですね、はい、よく全然良くなかったなと思って、ちょっとあの形勘違いしてて、はい、はい、あの想像が二差し落ちで繋がってると思ってて、はい、急走切っちゃってなんか失敗したなって感じでしたね、うんうん、しかもしたらちょうどチーソーが出るテンパイになって、あ、まあチーソーだったら打つわと思ってチーソー打ったらもう最悪でしたね、はい、のほうじゅうとなりましたかね、はい、でもあの3回戦も何でしたっけ、あ、3回戦じゃないか、あ、3回戦と4曲ヤフヤクちゃんと上がったやつも、はい、三浦さんがバランスが素晴らしいですねって言ったんですけど、あの本一行かずに、あ、なんか結構本一いっちゃえってなってたんですけど、そうですね、3パーソンも全部残していく人も多そうな中で、なんかバランス素晴らしかったなって思ってました。なんか行きたかったんですけど、なんかパーソン、まあ、125899なんで、はい、まあ、パーソンはそうですね、うん、でパーソンが1枚ぐらいで、パー、まあ、チーソン引いたらかなり痛いですけど、ええ、なんかパーソン1枚ぐらいだったらなんとかなるかなっていうのと、まあ、9万重なってポンできて52のテンパイとかそういうのもあったんで、なんかパーソ切りの方がバランスいいのかな、まあ、ちゃんとついてなかったら全然パーマン9も打つんですけど、はい、ちゃんとついてるんだったらあっちの方がいいかなと思って打ちましたけど、うん、ちょっと分かんないですね、なんかパーマン9も行くのがシンプルでいいような気もしますけど難しいなと思いました、はい、今日は、ね、いろんなバランスが、まあ、素晴らしかったですけど、三浦さんからも、いやー強かったです、強かったです、いやいや、ずっとね三浦さんはねチラッチラッと成績見てましたけどあ、越されたええ、全然気にしない、まだまだその段階じゃないですよ ね、 ね、 ね、あれまた消えた、いはい、いやって言いました、めちゃくちゃ気にするでしょこれはいや、なんかそうですよね、一人なんかねガーって抜けてる人いてくれたらちょっと分かりやすかったりするんですけど、うん、これなんかもうぐちゃぐちゃになりそうですもんね、まあただやっぱ3人昇級がでかすぎると思うんで、今期は本当なんか絶対外したくないなと思いながら打ってるんですけど、やっぱりなんかめちゃくちゃ多分リーグ戦が一番緊張するんじゃないかなっていうぐらい本当に緊張するんで、はい、なんか普通に打てるかなというのを毎回ね、あのちゃんと準備してきてるんですけど毎回緊張してますね、はい、さあ白鳥さん本日の成績をご覧ください。プラス 42.4 ポイント、首位に立ちました 135.5 ポイントです。6節は B タクということで、メンバーが内川、井出、石川の3名でございます。6節に向けての意気込みファンの方へメッセージ、ぜひお願いいたします。はい、まあ、毎回毎回になるんですけど、本当にね積み重ねって言ってきて、今のところ5節全部受けてるのは本当なんか上出来かなと思いますけど、まあ残りの節もしっかり積み重ねて昇級したいなと思います。なんか B1 からねヒロさんとあと阿久津くんが来て、ね、はい、やっぱ若い力もどんどん上がってきてるし、今日解説のねあの三浦さんも10代残りまくってなんかもうノリに乗ってるんで、早くもうこのリーグ抜け出したいなと思ってるんで、ね、はい、抜け出せるように頑張りたいなと思います、よろしくお願いします、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。最近は公式ルール分かっちゃったって言わなくなっちゃいましたね。確かに分かってそうですけどね、本当に分かっちゃったからなのかもしれないですね、はい、ちょっと聞きたいですけどいや分かってると思うけどなお見事でしたね、いや見事です、ね、本当に内容めちゃくちゃ良かったと思います、はい、ということで三浦プロ本日も一日本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんも最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回Aリーグでお会いしましょう。それではさようなら。